こんにちは、みなさん。今日は私の日本語を勉強する方法を紹介する。じゃあ、始めましょう。日本語を読んでいる途中で、知らない言葉を見つけたときに、国語の辞書で調べてみる。日本語の説明が理解できないと、和英の辞書で調べる。それから、フラッシュカードを作って復習する。暗記というアプリは作りやすいからとっても便利な方法だと思う。でも、どこから新しい単語を見つけるか？一番のお気に入りの方法は読書だ。例えば、NHK ニュースイージーを毎日読む。このサイトは優しい日本語で書かれた記事がたくさん読める。それに、漫画を読んでいる。興味を引くし、面白いし、勉強がもっと簡単になると思う。すっげーパンチだよ。いや、宿題よ。私の一番好きな漫画はワンピースだ。実は日本語の単行本を持っている。85冊だけど。それから日本語のテレビを見ている。時々子供のアニメを見て新しい単語を記録する。このパンダ食べてばかりな。でも俺もそうだ。みなさん、見てくれてありがとうございました。日本語の勉強を頑張ってください。じゃあ、またね。